トスカーナ大公国は16世紀から19世紀にかけて北イタリアに存在した国家。領域はほぼ現在のトスカーナ州にあたり同州の前身となった。メディチケ時代の国旗トスカーナが政治的な実態をもって地理的文化的に成り立ったのは15世紀から始まった都市国家フィレンツェ共和国がその拡大政策によって1406年にピサ共和国を 1421年には、リボルノを取得したことに始まった。フィレンツェ共和国は、メディチ家が支配する16世紀に世襲制君主国のトスカーナ公国になり、領土はトスカーナ地方全域に拡大した。メディチ家時代の第一期は、コジモデ・メディチに始まり、メディチ家のフィレンツェ追放により終わる。その後、フィオレンティーナ共和国が建国されたが、1512年に、 メディチ家が復帰し、1527年にフィレンツェ共和国が再興された。1530年、神聖ローマ皇帝カール5世はアレッサンドロ・デ・メディチを摂政に任命し、1532年にアレッサンドロはフィレンツェ公となった。そのため国名をフィレンツェ公国に改めた。コジモ1世が1537年にトスカーナ公となると、 イタリア戦争に関わっていき、カール5世のスペイン軍と共にフランスと結んだ、シエーナ共和国を攻撃し1555年に、シエーナを占領した。そして、1559年のカトー・カンブレイジ、条約により、スペインに貸していた、膨大な再建と引き換えに、シエーナ共和国とシエーナ公の地位を手に入れ、併合した。1569年には、 ローマ教皇ピウス5世により、初代トスカーナ大公に除され、トスカーナ大公国が成立した。コジモ1世からフェルディナンド1世までが、メディチケの絶頂期であった。その後メディチケは、ジャンガストーネまで続いたが、地中海貿易の衰退などによって、イタリア自体国際的地位が低下し、トスカーナ大公国も、衰退の一途をたどった。ジャンガストーネが没すると、 後継者がなく、メディチ家は断絶した。ジャンガストーネの遺言によって、トスカーナ大公国は、ハプスブルクロートリンゲン家に継承された。ただし、神聖ローマ帝国にも、ハプスブルク家の本領にも含まれず、大公国とメディチ家の財産は、公国政府によって管理されることとなった。ハプスブルクロートリンゲン家時代のトスカーナ大公国旗。 オーストリアの国旗をベースにしている。ハプスブルクロートリンゲン家の最初の大公はフランチェスコ2世である。ドイツ名をフランツ・シュテファンと言い,い、元はロレーヌ公であったが、新生ローマ皇帝カール6世の女子相続人マリア・テレジアとの婚姻にあたり、ロレーヌの隣国であるフランスが異議を唱えた。外交交渉とポーランド継承戦争の結果、 フランスが婚姻を承認する代わりに、ロレーヌの割動を受け、フランスには代償として、後継者のいなかったトスカーナ大公の結晶権が与えられたのである。フランスは、父方と母方の双方から、メディチ家の大公フランチェスコ一世の血を引いていた。フランスは1747年に皇帝に選出されて、フランツ一世となる。大公国は、 フランツの死後に、次男のレオポルド1世が継いだ。レオポルドは、皇帝レオポルド2世として即位するとすぐに、次男フェルディナンド3世に、対抗位を譲るが、フェルディナンド3世は、フランス革命戦争とナポレオンの時代に、遭遇することになる。1801年2月9日、ルュネビル条約が締結されると、トスカーナは、ハプスブルク家からフランスに渡った。 トスカーナ大公国は廃止され、エトルリア王国が建国された。ブルボンパルマ家のルドビーコ一世とカルロ・ルドビーコが相次いで即位したが、1807年12月にエトルリア王国は廃止され、フランス帝国に併合された。その後ナポレオンが妹、エリーズを大公に即位させることで、トスカーナ大公国は復活した。1814年に、 ナポレオン一世が失脚すると、フェルディナンド三世がフィレンツェに復帰した。ナポレオンは、トスカーナ大公国領である、エルバ島に配慮されたが、後に脱出して百日天下の動乱を起こしている。フェルディナンド三世に次いで、レオポルド二世が即位する。レオポルド二世は1859年4月27日、トスカーナ臨時政府の圧力に屈して退位し、 フェルディナンド4世が遠くらいするものの、トスカーナは国民投票の結果、1860年3月にサルデーニャ王国へ併合された。メディチケ断絶。1738年に発行したウィーン条約により、合意はロートリンゲン公、フランツ・シュテファンに移る。厳密には、フランチェスコ2世のみは、レーヌ家である。フェルディナンド3世以降の家系は、 ハプスブルクトスカーナ家とも言う。1799年から1801年、フランス共和国による、統治1807年から1809年、フランス帝国による統治サルデーニャ王国へ、併合された年。1801年に、トスカーナ大公国は一時廃されたが、1815年に、復活した。ありがとうございます。